乗ってみたい、動かしてみたい、やってみたい、ガンダムみたいのを操縦してみたい、ただそれだけ。ガンダムって言ったらモビルスーツでしょ。大原さんって言ったらモビルスーツでしょっていう。もっとこうロボットチックにしてっていう話をして。車よりもロボットが街に走ってるっていう世界を作りたかったんですね。